はいどうも、こんにちは、ブチャンネルでーす。今回は、リゼロコラボが確定したということで、ニケをね、やり始めてくれる方にも、このね、背中で見せる、ガンガール RPG ということで、まあ、正しくはケツで見せる、なんですけど、何が面白いの？こんなに流行ってるけど、流行ってるよね。流行ってるよな。流行ってるんだよ。っていうのを、まあ、ちょっとお話ししていきたいなと。まず、ニケはね、まあ、何ゲーかというと、基本的には放置ゲーです。まあ、放置ゲーだけではないんですけど、はい、基本的に放置ゲーの部類に入ります。で、このゲームに自分がハマったきっかけっていうのが、ストーリーだったんですよね。あんまりね、ソシャゲでストーリーを重視することなかったんですよ。このゲームを遊んでてハマっている人は、8割、まあ、9割と言ってもいいかな。9割型、ストーリーを見るためだけに生きてます。まあもちろんね、対人戦とか、まあレイドバトルとかは、まあ全然あるんですよ。他のコンテンツもあるんですけど、ニケの大筋の、まあメインのコンテンツっていうのは、ストーリーです。まあストーリーについてもね、まあ軽く触れていくんですけど、もう話し出すと止まんなくなっちゃうんで、ざっくりと言うと、ラプチャーっていう敵がいます。はい、その敵との戦争のお話です。で、主人公は指揮官。まあよくありがちな設定ですね。はい、指揮官となって、その指揮の下で戦うのがニケっていう生体兵器です。この辺のね、話についてはネタバレなしで他の動画で触れてるので、そちらを見てもらえると分かりやすいかなと思います。まあ戦争の話なんでね、基本的には暗いです。まあ出会いがあったり別れがあったりケツが出てきたりします。ただまあ暗すぎるってわけではなくて、この主人公のね、舞台のメンバーが結構暗くなりそうな時に、こう上手い感じにいじってくれたりとか、暗くなりすぎないいい塩梅で、暗いです。まあただね、暗い話が好きな人もいると思います。安心してください。そんな方にもね、刺さるようなとっても暗い話がニケにはあるので、オーバーゾーンって言うんですけど、今ね、この動画を見てる古参指揮官というか、オーバーゾーンを経験した指揮官の皆さんはね、と首を縦に振っていることでしょう。そんな、とても暗いお話、まあ、暗いお話と言ってもね、めちゃくちゃいいお話だったんですけど、そのハーフアニバーサリー、去年のハーフアニバーサリー、6ヶ月記念のストーリーがね、4月の27日にやってました。なので、もう1ヶ月ぐらいしたら、今年のハーフアニ、今年の、まあ、1.5周年が1ヶ月後に来ます。まあ、なのでね、リゼロから入ってくれる方も、ハーフアニバーサリーまで、ぜひね、やってもらえると嬉しいです。まあ、ニケはね、ストーリー以外にも音楽がめちゃくちゃ良かったりとか、キャラをね、無理に突しなくても、ちゃんと楽しめるゲームなんで、今後ちょっとアップデートで突要素が増えたりもするんですけど、ガチャをめちゃくちゃ回して貫突しないと、全然クリアできませんよ、みたいなゲームではないので、安心してね、ガチャが重たいとちょっときついな、モチベーション下がっちゃうなっていう人もね、安心してプレイできるかなと思っています。はい、まあそんな感じですかね。というわけで、リゼロコラボが来るということで、いろいろ話す動画でした。よろしければ、チャンネル登録、高評価、押していってください。ではではまた、次回の動画もしくは、生放送でお会いしましょう。またね。